はい、こんにちは、シャスカです。今回は子育てコーチングの第12回になります。ご視聴感謝してます。今回第12回のテーマは子供が失敗した時です。ぜひ最後までご視聴ください。まず、コーチングって何ですかっていうことなんですけど、まず現状を把握しましょうと、そしてゴールを描きましょうと、そして現状とゴールの差を埋める方法を相手の内側から引き出すと、その方法がコーチングということになります。では失敗した時にまず落ち込むのはいつなんだろうということですよね。で失敗してしまった直後でしょうかと、それとも失敗した後誰かに怒られた時でしょうかということですね。もし怒られた時に落ち込むのであれば怒るっていうことも必要かもしれません。相手がですね、同じような失敗を何度も何度も繰り返さないように、まあ、怒ることで相手に反省を促すとかね、そういう意味で、まあ、必要なのかもしれません。しかし人は失敗した直後にまず落ち込むんですね。もう失敗したという事実でまず落ち込むんです。それは大人であっても子供であっても全く同じです。つまり失敗したという事実だけで本人にとってはもう十分な反省材料が与えられているということになります。でこのことをですね、ついついこう親とか保護者は忘れがちになるわけです。子供は何か自分の頭の中で想像しているわけです。でいろいろこう体験してみたいわけですよね。でやってみたら実際はうまくいかなかったと。でうまくいかなかったっていう時点でもうすでにね、落ち込んでるんだと。だからもう怒る必要はないんですね、基本的に。にもかかわらず失敗した後本人が落ち込んだり反省しているところにさらに誰かが怒るということをするのは傷口に塩を塗るようなものなんですね。もう十分怪我をしてるんですよ、心にね。心に怪我をしてるんですけど、その傷口をわざわざこう広げるようなことをするわけです。で、まあ、ちょっと一般論になりますけど、これは年齢関係ないんですね、本当に。30歳、40歳、50歳、60歳、全然関係なく、基本人っていうのは批判とか非難っていうのをものすごく恐れています。ものすごくこう、怖がってるんですね。もう誰かに非難されるんじゃないかとか批判されるんじゃないかっていうことで、ビクビクおどおどしてるんですよ。で、人間、これ年齢関係ないんですね。だから人っていうのはその批判とか非難を受けるほど、さらっとこう受けられるほど強くはないんですよ。だからこれはあなたのために言ってるんだよって、これはあなたのために叱ってるんだよ、怒ってるんだよっていうのは全然相手のためにはならないんです。なぜなら相手はそれを受けられるだけの強さを持ってないからなんですね。でこのことは絶対になんか人をね、導く立場にある人っていうのは決して忘れたらいけないと思います。怒る人とか叱る人っていうのはね、これはあなたのために言ってるんだよと、あなたのために怒ってるんだよと、あなたのために叱ってるんだよっていうふうに思いがちなんですけど、それが100相手のためになることはまず 100% ないというふうに思っていいです。なぜならその怒る、怒りとか叱られたとか非難されたとか批判されたっていうのを受け止められる人なんて世の中の中にまずいないんですよ。ね。論理的にどれほど正しいことであったとしても、まず感情がもう受け付けないんです。反発しちゃうんですね。だからね、怒るのは決して相手のためでもない。叱るのも決して相手のためでもないんです。また怒る必要も叱る必要もないんですね。その失敗したという事実そのもの、もう自分がね、やりたいと思ってたことがうまくいかなかったっていうのはもうわかるわけですから、その事実そのものがもう反省材料だし、後悔の材料にもう十分になってるということです。だから傷口をさらに拡大するようなことをすると、今度は時間が経っても治らない、もうずっと引きずってしまう、この後の10年20年30年っていう人生でずっと引きずってしまう心の傷、トラウマにさえなりかねないということですね。まあ、例えばこの話をしている私個人の話をするとしたらですね、例えばまあ幼稚園の時に給食をですね、食べたくなかったんですね、私自身が。で嫌いな食べ物があったんですよ。なんですけど幼稚園の先生がですね、
もう絶対に残すということを許してくれなかったんですね。必ず全部食べるというのを、させたんです、私にね。で、そしてこう周りのお友達がね、もう机を引いてお掃除をし始めてるとか、帰る準備をしてる時でも、自分の上にはね、給食のお皿が乗っていて、最後の最後までね、絶対一口も残さないように食べるという教育、まあ、しつけっていうのをされたんですね。で、それをされた私はどうなったかって言ったら、結局その後の人生ずっとですよ。本当に10年、20年、30年ずっと食べ物っていうのを残すということはもう絶対にいけないことなんだということで、どれほどお腹いっぱいであってもね、どれほどもう十分食べたという思いがあったとしても、必ず皿の上にも残っているものを全部食べるっていう習慣が残り続けたんですね。だから私は周囲の人から見たらものすごくたくさんの量を食べる人だっていうふうに見られたんですけど、それはですね、とにかくテーブルの上に何か残ってたら絶対にそれは全部食べないといけないっていうのが残ったんですね、ドカーンと。それぐらいやっぱりこうね、0歳から3歳、3歳から6歳、この6年間の教育っていうのはものすごく本人の人生に与える影響が大きいんです。食べ物っていうのは確かに必要だから食べるんですけど、逆の言い方をしたら本人にとって必要な分を食べればいいんですよね。必要以上に食べる必要はないわけです。ですけど私の場合はもうそれが数十年ずっと残ったんですね。なのでこういったことっていうのは誰しも持っている。ね、3歳までに受けた教育の影響、もしくは6歳までに受けた教育の影響が、その後の人生にものすごく大きな影響を与えるってことは、誰しもね、一つ二つ必ず持ってるんじゃないかなと思うんです。それぐらいこう重要なんですね。なので、もう十分ね、自分が何かできなかったと、うまくいかなかったって言ったら、その事実だけで本人はもう十分に反省してるし、後悔してるので、もうそれ以上は必要ないということをまず、繰り返し、覚えておきたいということです。で、繰り返しますと。ね、失敗したという事実そのものでもう人は十分に落ち込んでますし、反省の材料っていうのは与えられてるんですね。で、それ以上っていうのはもう必要ないということです。そして将来どんな子に育ってほしいのかとね。やっぱりコーチングっていうのは必ずゴールというのをいつも見ていくわけですけれども、じゃあどんな子に育ってほしいのかということです。で、そうした時に何かやると失敗する可能性があるから、何にも挑戦せず安心安全第一の引きこもるような子になってほしいのか。ね、それとも行動すれば当然失敗もあると。しかし少々の失敗を恐れずに、どんどん挑戦し、外に自ら出ていくような子になってほしいのかということを、ね、教育にあたる、まあ、親、保護者、ね、それから乳幼児期の先生というのは考える必要があるということなんですね。どんなことをするにしても、何歳から何を始めるにしても、必ず動けば失敗するんです。最初からね、全然失敗なくうまくやるっていうことはできないんです。それはどれほど座学を積んでも勉強しても一緒です。泳げるようになるにはまず水に入るしかないんです。そしたら必ず水を飲みます。これは一緒なんですね。なんですけど、とにかく失敗イコール悪というふうに考えてしまうと、そもそも水に入るってことすらできなくなってしまうわけです。で、それが今の日本ですよね。もうとにかく安心安全第一と、ね、変化に対してはとにかく反対、抵抗です。で、とにかくこうね、これだけ自由な世の中になっても、うちに引きこもる人の数っていうのはどん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 増えてるわけですよ。それはもう失敗というものを許さないというね、社会の雰囲気なり世間体なり、もしくは親、保護者、乳幼児期の保育にあたる先生たちの、まあ、そういう教育とかしつけに大きな影響があると、ね、そこに大きな課題があるということを、ぜひ覚えておきたいということです。で、うちの子やる気がありませんということで、まあ、私は進学塾の講師をですね、まあ、合計で15年やりました。で、まあ、約2000組の親子にお世話になったんですけれども、もう保護者が言う、言葉のナンバーワンがこれですよね。うちの子やる気がないんですと。ね。でもこれ当然なんですよ。ね。当然なんです。なぜかっていうと、今まで子供は本当にやりたいことに対してね、
なんなんしてはいけませんというふうに、もう何万回っていうふうに言われてきてるんですよ。ね、本当はやりたいこといっぱいあったんですよ。ね、子供たちって好奇心の塊ですから、とにかく自分自身で触ってみたい、自分自身で触れてみたい、自分自身でやってみたいことばっかりなんですよ。だから何か目に見えたら、とりあえず触りたいし、とりあえず触れたいし、とりあえず自分で体験してみたいんですね。だからどんな子もやる気の塊だったんです。しかし、それが親とか保護者とか乳幼児期の先生から見ると意味がないことに見えるんですね。むしろもうなんかその結論みたいなのをこう予想しちゃってるわけですよ。だからやらせたくないっていうことで禁止するわけですよね。何々してはいけませんと。もちろん禁止しないといけないこともありますよ。ゼロではないと思います。例えばあのね、赤信号だった時に道路を渡ったらいけないとかね、そういうね、本当にあの絶対やっちゃいけない、それはもう子供がね、あの安全上もう道路に出た時にね、赤信号だったら止まる、たとえね自分は止まりたくなくて行きたいって言っても、それは止まらないとダメですよね、本人の安全上の。でもそういったものってものすごく限られてるわけです。本当に法律的にね、本人の身体とかを守るために必要最小限、確かに何かをしたらいけないとね、禁止っていうのを教える必要もありますけど、でも圧倒的にね、別に法律に触れるわけでもなくね、ただ親とか保護者とかの面倒が増えるというだけの理由でものすごくたくさん禁止されてるわけです。もう何万回何十万回、別にね、後から親とか保護者がね、代わりに掃除すれば済む、片付ければ済む、謝れば済むことなのに、もうとにかくしてはいけませんっていうのをね、最初の3年間もしくはその後の3年間合計6年間でもう何万回何十万回って言われてるわけですよ。で、本人はやりたいことたくさんあったのに、やりたいことをやらせてもらえなかったわけですよね。で、そういう子に今度はやりたくないことのやる気を持たせるっていうのはもう不可能なんですよ。勉強って絶対やりたくないことですからね。国語、社会、算数、理科、英語ね、しかもそれは大人がね、文部科学省とか学校の先生が決めたことですよね。人が決めたことをね、人が決められた通りやるなんて、子供だけじゃなくて大人だって嫌ですよ、ね、自分の裁量、自由にやれる裁量が全然なくですよ。今日も、ね、これをこの順番でこの通り何時までにやりなさい、誰だって嫌ですよね。しかも勉強の内容だってね、別に自分が興味関心があるものでもない、ね、まして大人になった時いつ使うかわからないようなものを絶対やりたくないものなんですよ。だからそれをね、自分は3歳までに、もしくは6歳までにやりたいことはたくさんあってね、好奇心の塊でやりたいことはたくさんあって、それはやらせてもらえなかったのに、今度はね、いかにいい高校、いい大学に行くために必要だって言ってもね、やりたくないことに対してやる気を持たせるなんていうことは不可能なんです。もうそれはコーチングの手法云々以前の問題なんですよね。で、だから、もしやりたくないこと、つまり勉強とかね、そういうやりたくないことにもやる気を持たせたいのであれば、まずはやりたいことを極力自由にやらせてあげるってことなんです。とにかくもうどれだけ失敗しても構わないと、ね、やりたいことがあるんだったらもう全部やっていいんだよと、ね、全部体験してみればいいじゃんということで、どんどんやらせてあげるんです。そしたらやりたくないね、例えば勉強っていうのも興味関心を持ってね、自分が知らないことを知れるかもしれないっていう好奇心でやっていくっていうやる気を持つってこともあるわけです。でもちろん本人がやりたいことを自由にやればね、当然失敗が増えますね。いろんな失敗をやらかしてくれるわけですよ。で、保護者にとって面倒なこともどんどん増えていくんですね。しかしそんな時のためにこそ保護者っていうのはいるんですよね。もし子供が自由にやって上手にできるんだったら保護者は必要ないわけです、ね、自分でやって自分でうまくやれるんだったら必要ないわけです。しかし失敗して面倒をかける時にこそ保護者っていうのはいるんですよね。子供は保護者の期待に応えるために生まれてきたわけじゃないとね、親がね、子供にこういうふうに育ってほしいとか、こんなふうになってほしいと、そういう期待に応えるために生まれてきた子なんて一人もいないんですよ。そうじゃなくて、むしろ逆なんです。保護者は子供の期待に応えるためにこそ存在しているわけです。ね、子供がいい人生を歩んでいく、幸せになっていく、その時に子供がやりたいことをやってみる、ね、体験してみる、その時に失敗した、
ね、やらかしてしまった、面倒をかけた、そういう時のためにこそ保護者っていうのは存在しているわけですね。で、子供が失敗した時のためにこそ保護者の出番というのがあるわけです。うまくいってる時は保護者出る幕はないわけです。もう自分がやって自分でうまくやってるのだったらわざわざしゃしゃり出る必要はないわけですね。失敗とした時のためにこそ保護者っていうのは必要。で、その時こそこう出ていく必要があるわけです。で、子供が失敗した時にこそ代わりに片付けをしてあげるとかね。落ち込んでる本人は励ましてあげるとかね、相手の保護者誰かに迷惑をもしかけたって言うんだったら、子供の代わりに親が、保護者の方が相手の保護者に代わりに謝ってあげるとかね、そういうことの小さな小さな積み重ねっていうのを子供はちゃんと見てるんですね。親の保護者の後ろ姿っていうのを見てるわけです。そういう積み重ねが一つ一つあると、保護者と子供の本当の信頼関係っていうのは築いていくわけです。ね、本当は子供だって分かってるんですよ。うまくいかなかったとか失敗したっていうのは分かってるんです。それを自分を責めずにね、怒らずに保護者が代わりに責任を取ってあげる。そうするとやっぱ子供っていうのはそれを見てますからね、子供はね、保護者を信頼してくれるわけです。で、そしたら信頼する保護者のためにこそですよ、自分自身を信頼してくれたと、だから代わりにね、逆にね、信頼する親のために、信頼する保護者のためにこそ、子供はできるだけ保護者に迷惑をかけたくないと思うんです。これはもう本能として思うんです。ね。自分のためにここまでやってくれる、ここまで信頼してくれる人のためにだったら、逆に自分も何か答えたいと思うんですよ。できるだけ保護者の期待に応えようと思うんです。なぜなら、やる前から失敗を望んでいる子なんてただの一人も存在しておらず、誰だって進化成長欲求をもとに良くなりたいと願っていると、ね、だから本能としてできるだけ自分自身はできるだけ迷惑をかけない人間になろうと、できるだけうまくやれるような人間になろうと思ってるんですね。だから別に怒ったり叱ったりする必要はないんです、ね、代わりに保護者がね、後始末をしてあげればいいんです。責任を取ってあげればいいんです。0歳から3歳、そして3歳から6歳までのこの6年間でこの親子の信頼関係っていうのをどれほど強固に築くことができたかっていうのがものすごく大きいんですね。なので子供が失敗した時こそ保護者の出番なのだと、むしろ張り切ってね、よく失敗してくれたと、こういう時のためにお父さんいるんだよ、こういう時のためにお母さんいるんだよ、こういう時のために先生がいるんだよということで張り切って問題解決に当たっていくということがすごく大事です。子供たちにとっていざという時に本当に頼りにされる樹齢数百年の大木のような存在というのを親とか保護者っていうのは目指していきたいものだということです。で、これがね、子供が小学校、中学校、高校に行った時に本当に大事な選択ってありますよね。どの高校を受けた方がいいんだろうかとか、どの大学を受けた方がいいんだろうかとか、どの会社に就職した方がいいんだろうかとか、会社を辞めていざ独立起業しようと思ってるんだけど、ね、お父さんはどう思うと、お母さんはどう思うと、保護者はどう思うということを本当にね、子供がね、人生の岐路、分岐点に入った時に、じゃあ誰に相談するかって言った時に、実はこの0歳から3歳とか、3歳から6歳のこう合計6年間の親の子供への接し方っていうのが問われるんですね。で、大事な相談であればあるほど親に相談する子もいれば、大事な相談であればあるほど親に黙る子もいるんです。ね。子供に相談、友達に相談してくれるならまだしも一人で抱え込む子だっているんですよ。じゃあなぜいざ本当に大事な進路の選択とか人生の選択で親に相談してくれないのかということは、それは実はその3年か、3歳まで、それから6歳までの計6年間に親がね、子供を信頼しなかったからなんです。失敗を咎め、怒り、叱ったから、だからいざ大事な時に相談してもらえないんですね。言ってもどうせ自分が悪いって怒られるから、どうせ自分が叱られるから、だから言ってくれないわけですよ。でも3歳までもしくは6歳までの6年間でね、どんだけ失敗してもいいんだよと、むしろね、君が失敗した時こそお父さんはいるんだよ、お母さんはいるんだよ、そういう時のための後始末とか責任を取るためにお父さんお母さんはいるんだよっていうことを、もしね、まさに言葉じゃなくて体を持って示し続けたのであれば、当然子供はね、小学校、中学校、高校、大学って大事な時にね、お父さん
大事なちょっと相談があるんだけどって言えるんですよ。なぜなら相手を信頼してるから。お母さん本当にちょっとね、今悩んでるんだけど聞いてくれる？ってことを言ってくれるんです。そして例えばじゃあ自分が中学校3年生でね、どの高校を選択するか、 A 高校、 B 高校、 C 高校、どこを選択するかって言った時に、学校の先生はこう言ってますと、ね、塾の先生はこう言ってますと、友達はこう言ってますとって言った時にね、本人も分かんないわけですよ。決められないわけです。その時もしね、親とか保護者が子供との信頼関係っていうのをものすごく強固に築いてたらね、必ず親が言った通りします。ね。お父さんは A 高校がいいと思うよとかね。お母さんは A 高校がいいと思うよって言ったらね、あ、わかった。頑張ってみる。A 高校に合格できるように頑張ってみるって言うんですよ。それっていうのは、まあね、親子の信頼関係なんです。何を言うかじゃなくて、誰が言うかなんですよ。ね。だから、そういうね、いざっていう時に頼りにされる、そういう存在っていうのを目指してね、日々、小さな信頼関係っていうのをコツ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 築いていくと。ね。子供をね、自由にさせれば面倒が増えるんですよ。自分たちの仕事が増えるんです。家事、育児が増えるんです。でも、それが嫌だったら、やっぱりね、いざっていう時に頼りにされる親とか保護者になることはできないんです。むしろどんどん迷惑かけていいんだよ。どんどん失敗していいんだよ。で、どれだけでも後片付けしてあげるし、どれだけでも責任代わりに取ってあげるからねっていうのを、言葉じゃなくて態度で示し続ければ、ね、本当に子供にとってね、大事な存在になれるんですね。で、そういう本当のいざっていう時のために頼りがいになる存在っていうのを目指してね、子供の失敗の時っていうのはむしろ親とか保護者にとっては機会なんだと、チャンスなんだと、ね、こういう時こそ子供との本当の信頼関係を築けるんだということでね、張り切って問題解決に当たっていける、そういう、ね、存在をぜひ目指していきたいものだというふうに思っています。はい、次回第13回は短所と長所というテーマのお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回のお話がですね、何らか、共感していただける部分があったとしたら、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。